チャンネルですけども、ヴァンガードが5月からなんか新しくなんだよね。そうですね、これが。これか、はい、これか。新展開。新展開。新展開と言っていいのか分かりませんけど、まあ平たく言うとリセット。そうだね、はい。で、新しいスタンダードっていう、はい、ね、新しいスタンダードが来て、まあスタン落ち？そうですね。事実上、まあ、うん、スタン落ちの、はい、まあルールが一応あるよ、まあ、発表されましたよと。そうそう、はい。そういうことよ。で、ちょっとまあ軽く期待してるんだけど、で、なんか今デッキが配ってる、配られてると。そうですね。配り始めてますよって、ね。このデッキを見ながらね。はい。まあ、いろいろちょっといろいろ話していこうというところですけど。はい、でもさ、俺あのなんだっけ、戦略発表会なんかで喋ってたの聞いたんだけど、なんかまあシステム自体分かりやすくていいかなと。でも言うて強いんだよねこれね。強いですね。ね、なんか、まあ、特定のヴァンガードに乗るとこのフォースっていうのを得て、これがこう置けるんだよね、好きな場所に。そうですね、そう、あのエリアに置けるんですよね。ヴァンガードサークルだろうがリアガードサークルだろうが、まあ普通ヴァンガードサークルに置くやね。まあ多分そうです ね、はい、よほどなんか戦略なければ多分 V に置いときゃいいでしょうっていう、うん、そうするとまあ実質まあプラス1万だからレギオンと同等の効果な。まあそうですね、コストなしで突っ立ってるだけで、まあ、要するに今これにライドすると、うん、まあ、今今回新しいグレードさんが、うん、まあ、そもそもここについてる、ね、そうなんですね、これのマークがついてると、はい、これのマークがついてるライドした時にその瞬間マーカーを得ると。で、今このフォースしかないんですけど、このマーカーを得た瞬間にその効果を適用してどっか1箇所サークル選ぶと、うん、まあ、例えばこれだったらヴァンガードサークル乗った瞬間にこれを得て、でこれをヴァンガードサークル選んで、そうですね、でそこで置いておくと、まあ、これで見えるようになる。でしかもなんだろう、盤面にこうやって盤面情報が理解しやすいっていうのがあって、まあ、そうですね、乗っけときはすぐ分かりやすい、うん、そうそう、だから でも1万3000ってちょっとね、そうですね、その辺が怪しい。そうですね、いきなり1万3000傾向があるんだけど、まあ、その辺も話すんだけど、はい、でまあ素手で2万3000アタックができるっていう、だからまあまあブレイクライドは相変わらずもうなかったものになってる、ね、まあそうですね、このルール、まあ、スタンダードのルールだともう条件なしで2万3000だからブレイクライドで強くて、はい、でレギオンよりも、うん、レギオンはまあトリガー戻せるっていうメリットあるけど、そうですね、そう、まあそれを除いたら、うん、まあ、はい、なんか素で1万3000とかあるん で、ね、レギオンより強いよねみたいな、はい、まあちょっとレギオンのまた話はまたおいおい言うとして、まあちょっとね、そういうのは新システム、とりあえず俺の、はい、最初の印象はそういう印象、はい、まあ、新システムがいろいろ出ましたと。で新システム導入に伴ってさ、さっきも出ましたけど、まあグレードさんがみんな軒並み標準パワーが1万3000からスタートしてると。あれマジェスティっていくつだっけ、あれが1万2000ですより1000高い、はい、ドラゴニックオーバーロードこうなんかのシリーズでやっぱクロスライドすると 1万3000なの、あ、いたね、いたね、そう、あれがそう、あの素で1万3000叩き出せるやつだったんですよね、うん、今までの最近、はい、普通の3は1万3000っぽい、ね、そうですね、多分これが多分標準、今まで1万1000っていうラインが多分みんなこっから先1万3000になるんだろうなっていう、なるほどですね、この先、はい、というところからですよね。で、今までの感覚だと相当でかいよね。そうなんです、だからマジェスティ一応強かったもん、ね、そうなんですよ、だから結局そうすると、いや今までってこうあのリアのラインっていうんでしょうかね、いわゆるこうアタックラインっていうのがあの1万6000超えるように、うん、1万1000、1万6000、2万1000です。これしか言えなかったのが、これから先はこの数値なんで、1823って、そういう流れだ、1823っていうラインを作らないとダメっていうことになりますね、ここから。まあ、バニラユニットが生きるかもみたいな、はい、そう、そういう可能性ありますね。で、今回はそのバニラユニットなんですけど、まあちょっと3は飛ばして、これら辺がバニラユニットになるんですけど、これがですね、例えばあのこれは効果持ちのバニラユニット、まあ、効果持ちのまあユニットなんですけど、まあ、これがまあブレンデスで1万持ってると、はい、で、まあ、やっぱり数値もこれも上昇してるってわけですね、はい、で効果持ちでこれなんですけども、まあ、効果持ちだったら普通9000だと、そうですね、で効果持ち1万でガード5000っていうあのカードになってるんですね。でこれがですね、あのグレーニーが、まあ、大体今効果持ちになるとその1万で、はい、気持ち悪いな、そう1万で、あと、はい、まあ、パワー1万効果持ちっていう、本当だ、1万で効果ついてる、あれそうなんですよ、なってるんですよ、はいはい、でそれがなんか標準っぽくないんですけども、はい、まあ、これの辺は宦官も入ってるんですけど、宦官の数値もなんか微妙に1000上がってるっていう、今まで6000だったのが7000になったりとか、うん、まあここの違いそんなに大きくないかもしれない、そうですね、でもちょっと11の後ろに立てれば18ラインが作れる、そうで他にもですね、この辺からですけど、あのバニラのいわゆるこう今の、まあ、グレイチ8000っていうのが、うん、まあ、これ変わんないのかなと思ったんですけども、うん、ここのですねガード数値がですね、うん、あの1万になってるんですよね、はい、今だって5000だったんですよ全部
なるほど。つまり今硬化付きは1万硬化付きなんだけども、はい、ただ硬化付きはガード値は5000なんですよ、相変わらず、ね、はい、うん、ところが硬化がないとガード値が上がってる、はい、ガード値が5000上がって1万になってるんですね。なるほど、はい、でそうなるとバニラ採用する意味はだいぶ強まる、ものによってはあるかもしれない、うん、でこれも硬化持ちなんですけど、うん、これガード値が1万あってその代わりパワーが1000低いんですよ、ね、うん、1000低い、でもガード値は1万ある、1万あるんですよ、はいはい、そうで他にもですね、ギャラティンに至ってはまあ、このアタック変わらない、変わらないけど1万、変わらないね、変わらない、ただこれガード値1万ある、あ、いや、あるんで、はい、インターセプト1万ガードとかできるんで、うん、はい、なかなか、なるほど、面白いなって、なんで今までなかったレベルで、今そうですね、うん、なんで誰も1万なんて1万バニラで使ってないんだから、多分素で1万備えてるやつはいなかったんですよね、うん、そうで、グリーチはなんか効果を持ってるとパワーが7000になって、でガード値は全部1万なんですよ、あ、本当だ、そう、これ効果付きで、本当だ、グリーチは全部1万、そうらしいんですよ、どうやらそうらしいんですね、今グリーチでガード値が上がってる、そうですね、グリーチのガード値はもう2年の沖縄に上がってるっていう、でも超越がない環境だと要求チームはでもそれでも2万3000ラインだもんね、そうですね、ラインがそうですもんね、だから、うん、まあその分上がってんのかなっていうところですよね、うん、そうで問題なのはですね、トリガーなんですけども、うん、これグレゼロですね、グレゼロ、はい、まあ、スタート、はい、バンガード、バンガードですね、そうですね、でこれが前同時にクリティカルトリガーなんですが、うん、ですね、ちょっといろいろも見ていきたいところなんですけど、まずガード値なんですが、これ今までってトリガーって1万だったんですよ、うん、ただこれ今1万5000って書いてあるんです、1万5000、はい、また5000上がってると、なるほど、で、ずいぶんじゃ硬くなった環境なのかと思いきやですね、トリガーの数値を見てみるとですね、この星の下にですね、はい、これプラス1万って書いてあるんですよね、本当だ、そうなんですよ、本当はトリガープラス5000じゃないんだ、はい、そうガード値1万5000で、これもフローガルで同じクリティカルトリガーなんですけども同じでプラス1万してガード値、あれフローガルってクリティカルだったっけ、いや、もともとスタントリガー、スタンドだよね、そうで今回スタントリガーがなくなってるんですよ、ね、スタンド否定、そうスタンドがない、まあ、スタンド否定パターン来た、まあ、多分リアから攻撃するっていうことをさせたくないからそうしてんのかなっていうところだと思うんですけど、なんかフロントトリガーっていうのがあるっていうのは事前情報であるんだ、そうですね、でこれがまあトリガーのね、今出る種類なんですけど、トリガーの種類が今、まあ、相変わらずのクリティカルトリガー、ドロートリガーでヒールトリガーがあって、うん、今度この前って書いてあるのが、うん、そうそう、これ聞いてた、そうですね、フロントトリガーで、フロントトリガーが前列全部1万というのは聞いてたけど、そうですね、で要するにこう数値が1万だからみんな1万なんですよ、うん、でも他も1万なんだね、そうです、それは気づかなかった、ちょっとそうなんですよ、全部1万なんですよね、うん、そう気づかなかったわ、そうという、 こうトリガーになってて、で今スタントリガー現状ないと、うん、まあ、だからどうもこの後出てくるらしいんですけども、とりあえずしばらくはこのトリガーでいくということらしいんですね、はい、で、でドロートリガーに至ってはですね、相手が誰も使ってなかったね、アクアフォースとか、まあ、デッキも、そうですね、デッキがありますよね、はい、そうで、これもまあプラス1万なんですが、ガード値が5000なんですよね、ドロートリガーはやっぱ引くので、そう、やっぱ引いちゃうので、その分多分相変わらずの数字なのかなっていう、これは今まで通りか、でもプラス1万なんだ、そうですね、はい、そうなってます、はい、で、ちょっとうんと思ったのがこれなんですけど、はい、ヒールトリガーなんですけどね、はい、これもやっぱりプラス1万なんですよ、ただ問題はガード値なんですけども、ここにですね2万って書いてあるんですよね、ガード値が、本当だ本当だ、はい、まあ、なるほど、はい、Gガーディアン、Gガーディアンは投げ捨ててください、そうですね、Gガーディアンなんかなかったとなかったことになって、そうですね、もう、でもそれで良かったよね、むしろあんな月額でカードを買わせる必要なかったですね、そうだから意味が分からなかった、そうだから今ヒールトリガーって引いたら、まあ、今だったら Gガーディアンになるっていうのでちょっと安心感があったのが、 G ガードで G ゾーンの枠圧迫すると思ったらさ、ね、G ゾーンのカードいっぱい入れられますってルール変更したの意味ないんだよ ね、 そうですね、ただカード買わせるためのルールだったんだよね全く意味がなかった、まあ、ともかくこれでヒールトリガーが、まあ、G ガーディアンがなくても、まあ、これ出せば G ガーディアン相当の防御値が出せますよということになっています、ヒールトリガーが、はい、まあ分かりやすいくしてるってことなんですね、まあ分かりやすいっちゃ確かに分かりやすい、これで良かったよね、そうだ今考えたら、そう今のやっぱり斬新だと思うんだが、やっぱりトリガーによってその数値がガード値が違うっていうのは、これは面白いなって僕は単純に思います、うんうん、そうだね、そうだね、そうやっぱりそれぞれの、まあ、利点って何なりっていうのが出てるので、これは良いなと思いますね、はい、で、やっぱり今回は注目株はこの無駄な要素をこう剥いでったんだろうね、
そうですね。で、今回注目がやっぱりこの、いわゆるこうギフトカードっていうのがね、これが、まあ、いろいろとね、あのライドすると、まあ、基本グレードさんがどうやら持ってるらしいんですけど、これにライドすると、その度に、あの、得ることができると。まあ、単純に最初にまずグレードさんにライドしたら。でも最初のライドに関してはもう、アドしかないってこと、ね、そうですね。そう。で、ただですね、これもし、もう一回ライドするとですね、もう一回持てるんですよ、これ。もう一回ライドすると超越クラスのパワーになるってこと、まあ、そうですね。これがもう1枚入るんで、これがプラスもう1万3000なんですね。まあ、超越とほぼ同等なので、はい、あれでトリプルドライブするから、超越って2万上昇みたいなもんなんで、ね、実際そのところですね、はい。で、やっぱり今回のトリガーの数値によって、今までの感覚でガードしてると多分貫かれるんで、結構気をつけないといけないかもしれない。でも完全ガード以外の選択っていうのができるよね、これ。そうですね、ガード値上がってるって、はい。そうなんです。もうだって超越アタックなんか考え以外できて、でガードしたら負けじゃん。そうですね、実際そうですよね。負けみたいなもんだったじゃん。はい、だから、まあ、それを考えると、まあ、いろいろ選択肢というのが、その辺がまた広がっていて、いいのかなとは思いますけどね。うん、はい。ただ、やっぱりちょっと今、ラインが作りにくいなと思っているんですよ、実は。まあ、バンナードは、1万3000なんですよ。まあ、バンナードはいいんですよ。うん、あの、自分がアタックしてるときは多分そんな気にしなくていいんですけど、うん、問題はリアガードなんですね。うん、グレード2たちが結局、あの、標準パワーが、1万、あ、1万がどうやら標準パワーらしいと。はい。で、1万が全員、まあ、これも1万なんですけども、はい。どうも1万が標準パワーで、効果を持つとガード値が下がるらしいっていうのが、なんとなくこれから見えるんですけども、うん、そうするとですね、1万3000をラインだと突破しようとすると、下に絶対8000がいるんですよ。ね、でも、8000って、バニラなんですよ、うん、これ。バニラしかいない。バニラしかいないんです。効果を持つと7000になるんですね。うん、あ、1000足んないよってなる。7000になっちゃうんですよ。1000足んないんですよね。うん、こうなっちゃう。だからそうすると、グレイ1が、あの効果をどう持たせるか、結局パワーが上がる能力を持っているんだったらまあいいかっていうふうになるんですけど、まあ、ね、まあ、あるよね、CB1 でプラス1000とか。そうですね、でもそれもだるいんだからね、ゲーム。ただもしかしたらものによってはしばらくちょっとライン作りにくいこともあり得るのかなとも思いながらも、うん、はい、ね、1、3だから1823って作んなきゃいけない。そうなんですよね。そうするとまあグレさんが横に立ちは多分大したことないんですけど、ああ確かに、グレ2でなんとかしようとするとやっぱりバニラ8000。あ、なるほど。じゃあここでジレンマ起きるね。こうギフトを得るのか、そう、ね、攻めて立てるのかっていう。そう、結局まあストライドゲームもある、ね、超越と違ってグレさんをストックする必要はないので、うん、まあ、ただまあ、うん、どんどんギフト得た方が強いだろ。ここにギフト得ればいいんじゃない。まあそうですね。そしたら今度はギフトでこことこことか言えば、うん、まあそれはそれで、そうですね、はい、っていう方法はあるんですよね。で、ここに振ると、まあ、超越以上のアタック、ほぼ超越と同等のアタックになる。そうですね、2回目のギフトね。そうですね。で、まあ、このギフトも、まあ、今3種類なんですよね、全部でね。今これ1個しかありませんけど、フォース、アクセル、プロテクトでしたっけ、確か。そうそうそう、はい、でも多分フォースが一番強いんじゃないかなと思って。うん、まあ、そうですね。ただ、うん、あのアクセルもちょっと大概ですけど、リアゾーン、アクセル、リアガードが増えるみたいな感じなんです。そうですね、リアガードゾーンが1個増える。でもそこに置くカードはどうやって確保するのっていう、まあハンドがそうです。そうそう、結局じゃあ困ってしますよね。ノバグラップラーって確かドローギミックないから、結構きつかった思いがある。攻撃のラインをもう一つ作れますよって言っても、はい、そこに置けなければいいのかな。そうですね、結構辛いっちゃ辛いですよ、結局。そうなるとフォース安定じゃないって思っちゃう。まあ確かにこれがでも一番やっぱり安定してるっていうのは多分その通りなんですよね。なんかあれ、アクセルフォースが出た時ワンドローとかあればさ、まあなんかそういうコンボギミックあるかもしれませんけど、うん、多分ギフトの上に置いたらどうのこうのみたいな。素で強いのこれなんだよね、うん、俺の感じだった。そうですね、プロテクトもまあ、プロテクトまあ単純に、まあ、あれ完全これが手札に入るんだけど、そうです、これがプロテクトの場合はこれが手札に入ってくるっていう、うん、そう、完全ガードが1枚増えるで、これが守護者になるっていう、それがプロテクト。そうですね、はい、まあ守備的な効果だけど、うん、そう、まあものによるかもしれませんけどね、うん、そう、そういうとこですね、うん、そう、でまあ実際にまだこう伝わってきただけですから、まあ見えてくる情報も少ないですし、まあ、でもそうね、うん、テストプレイしてそう決めたんだろうから、そうそうそう、強いんでしょうね、バランスいいんでしょうね。そうやっぱり本当にトライアルが出て、うん、でブースターまでやってみて、でどうなってるか見ないとやっぱり、そうだね、ええ、そう、そこまでやらないと分かんないなってなりますね。そう、ただやっぱり今ルールもあのいわゆるこうスタンダードルールと、あのあとプレミアムスタンダードルールですね、はい、あのそっちはそっちで研究しがいがあるんでしょう、きっと。俺は興味ないけどさ、そう、いや私はあのスタンダードでいいかなと思って。俺もそうなんだけど、でもそういう人多いよね、結構ね。多分多いと思いますよ、やっぱりこう新規で、やっぱり今まで私みたいに、なんでしょう、途中からちょっとついていけなくなっちゃったので、しかもフォースを得て超越とかなったらね、今めちゃくちゃですね、めちゃくちゃだよね。そうですね、うん、そうで、素で1万3000の上にストライドとか、ちょっと一体いくつになるの数値はってなっちゃうので、まあ、超越ってプラス2万みたいなもんでしょ、1回はめくれるから、ね、まあそうですね、実際そうですもんね、うん、そう
本当になんでしょうか。これあのプレミアムスタンダードってめちゃめちゃなパワーラインになっちゃうんですよね。そうだね。そうさらに。でもそうなってくるとそういうこの辺のリアガードでガード値高いやつらっていうのが生きるのかもしれないね。まだかもしれませんね。そう。ただあのまあスタンダードスタンダードでやっぱいいと思うんですけど、一番まずいのがですね、プレミアムスタンダードのルールで今でも見えてるやばいギミックがいくつかあるんですよ。例えばレギオンなんですけど。レギオン。はい。あ例えばレギオンってあのまあ結局バランス作品ってフォースを置くじゃないですか。でここにですね、例えばこれがレギオンメイドだとすると、うん、こうやってレギオンするじゃないですか、うん、そうすると一体パワー判定はどうなるかなんですよ。あーなるほど、はい、これそれぞれプラス1万ってことなの。それがですね、これ確認したんですけども、うん、あのこれはですね、ここにいるユニットにプラス1万するんですって。あーなるほど。でこれだと、はい、あのバンガードとメイトなんですって。あーだから1体ずつユニットなんですって。これ、うん、だから1万1万するんです。そうなんですよ。でもレギオン自体は2万でアタックするよって効果じゃなかった。そうなんです。ただあれはあのここの数値は合算してアタックするから2万なんですよね。あれそうだっけ。そうなんですよ。あれえレギオンはレギオン2万っていう効果じゃなかった。レギオン2万っていう、そう効果なんですけど、だからその辺がよく分かんなくて、 でもなんか数値的にはあのこことここ1万1万するらしいんですよ、うん、実際の。で確かレギオンの高い2万で固定だったから結局3万なんだよ。うんかもしれないんですけども、うん、ちょっとこの辺は分かんないですね。とかどうなのか、うん、あと他にもですね、恐ろしいのがレギオンってあのフロントトリガーが出た時が結構恐ろしくてですね、うん、フロントトリガーの効果って前列すべてにプラス1万するんですよ、うん、でこれはユニットと数える以上はレギオンのアタックは2万ですよっていうルールだった気がする、うんうん、だとしたら特に大丈夫だと思うんですけど、うん、さそれがちょっと期限で分かんないけどね、うん、最低が、うん、ただパワー的には上がってしまうらしいんですよ、うん、そうただその時のアタック数値がどうなるのかは、だってこうバラでアタックするって意味じゃないじゃんレギオンって。そうですね。そうレギオンパワー2万っていう、はい、そういう効果だった気がする。そうですね。ただその時が一体どういう数値計算をするのかっていうのがあるんですけど、うん、そうただフロントトリガーは素でまずいんですよ。これはまあ、 あの最初からフォースで出てるパワーなんで、まあ、どういう計算か分かりませんけど、まあ、それでアタックするじゃないですか。フロントトリガーって前列全てのユニットにプラスするんで、確認しないと分かんないな俺いろいろ喋ってる。そうなんですよね。 でもこれだけ判明してるのが、フロントトリガーは全カードにプラス1万するんですって、うん、全部の前ね、はい、ということはあのここも1万1万するんで、結局ここの数値はあの後でプラスするカードは、まあ、効果に関係なくプラスはされるので、ここは結局2万プラスされることなんですよね、フロントトリガーがめくれると、うん、だけどそのレギオンアタックっていうのはさ、合計値じゃなかった気がする。そうだレギオンアタック その効果のアタックはいいと思うんですよ。ただその後振り分けでトリガーってここに合算されていくんで、結局、はいはい、でもそのルールだとやっぱりここあのフロントトリガーだけめくれるとレギオンユニットだけは2万プラスされるらしいんですよね。そうなるのか、はい、らしいんですよどうも。そうなるのか、はい、そう一番ちょっと怪しくないそれ。そうなんかそれもちょっと分かんないんですけど、ちょっと分かんない、ね、ただあの今私がこう聞いた範囲だと1万プラスはされるらしいんですね、うん、それぞれがそれぞれが、ね、はい、それぞれが1万プラスされるらしいんです。そうするとトリガー1枚でもし2万なんか上がろうもんならば、あのどんなガード計算すればいいのかってなっちゃうんで、今度は結局レディオタックっていうのはなんか2万で固定になった印象なんだよね。そうですね。まあちょっとその辺本当に一切始まって、特にあのプレミアムスタンダードに関わるルールなんで、そうなおさらよく分かんないところもあるんですけど、どうなるんだろうねその場合ね。そう2万アタックにそれぞれプラス1万1万2万プラスされて、そうですね。そうだから結局そうするとでさらに、うん、そう本当にそのまともな数値パワーがいってしまうのか。よく分かんないね。よく分かんないね。これは本当にそう実際やっぱりプレミアムスタンダードってこういうことが起こってくるので、うん、あのルール的にすごいややこしいことになる。なる。そうだからそうなるとプロテクト強いって話になってくるから、ね。そうかもしれませんね。だって完全カード以外ないよね。そうですね。そんなこと言われたら本当にこのレギオンがフロントトリガーで。この話はちょっと分かんないね。分かんないです。ちょっと不安。はい。分かんない。どうなんだろうって話。分かんない中での話なんで、まあ変に盛り上がったりするんですけど。レギオンアタック2万だけど、はい、フロントトリガーのプラス1万1万は、ね、まあ2万上昇になるかも。上昇になってしまったするとあの本当に何でしょう、ね、ガード値、ね、あの2枚分ですとかガードしても1枚で貫通してたりとか、まあ、ここはまあ2万に対してそっか、そうですね、それぞれだから それぞれの合算値どうなんだろう。本当だね。そうですね。ギフトで2万上昇、さらにフロントトリガーで、まあ、合計4万上昇4万上昇とかってこともありえるの。そうありえちゃうんですよ、ね、気持ち悪い、はい、でそうすると本当に考えしかないじゃんなっちゃうんですけど、レギオンのルールがちょっと怪しいんだ。あのレギオンはもうこれで1枚のカードとして扱うとか、そうですね、そうなのかどうなのかとかなんですけど、そう、まあ、とにかく分かんない中の話なので、まあ、結構ね、いろいろ考えるところはあるんですけど、ルール上はそれぞれプラス1万しますよってことなんです。そうですね。っていうことが実際プレミアムスタンダードではいろいろ起きるんだろうなっていうところですね。
なるほど。だからレギオンしたらこのそうなんかここが重複してプラスがかかるのかって話か。そうですね。そういうことね。そう、まあ実際ね、うん、まあ本来どうか分かりませんけど、ただちょっともう、ね、今までの既存のカードとこの新たなこのマーク、うん、このねギフトと含めてフロントリガーとか含めると、うん、きっと今までなかったような事態がいろいろ発生してくると思うんで。まあまあまあ、プレミアムスタンダードだっけ。そうですね。そっちに意識が向いてる人もまあ。いろいろ面白いことが起きるかもねってことね。そうだからそういった意味で面白いなと思うんですよね、うん、スタンダードで本当にある意味こうパワーはいろいろ新ギミックはあれど、うん、比較的古き良きヴァンガードをやりたいっていうのと、うん、本当に新しいこの新システムを組み込んで、うん、今までのルールの中でさらにめちゃくちゃいろんなことをやりたいっていう、うん、そうだ ね、 そうですね、確かにいろいろニーズ分かれてそう、うん、いいのかもしれない。そう、面白いことありますよね。そう、そうだから今回のスタンダードはね、俺もかなり気になるレベルだったので、まあ、確かにちょっとまあやってみようかなっていう気が確かになるんですよ。そう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 、そういう人がいっぱいいて、だから俺みたいな店の人間もちょっとまたつまんでみようかなみたいな。そうですね、そう、ちょっとやってみようかっていう。でもね、やっぱね、そう思う反面ちょっと慎重にならないかなっていう。そう、まあ慎重でいつもついつきのバンガードね、初動なんですよ。まあそうですね、初動で勝負しないとダメな商材なんですよ。売り切んなきゃ。だからなんかこの盛り上がりにこう踊らされて調子乗ってなんか仕入れてなんか焼け出しそうななんかそういう恐怖があって、まあ、本当にちょっとこううまくうまい距離を置きながらとかそうそうそう、なんかちょっと軽く積んでみて、そうそう、そういうぐらいには考えてる、うんですね。そう、本当にヴァンガードって実は今回ですね、ルールも多少いろいろ変更されてて、そう、例えばG ゾーンがないじゃないですか、スタンダード、うん、そうすると G アシストどうするのかとか、どうやらでも G アシストは G ゾーンいじらずにやっていいらしいんですよ。なるほど。なんか G ゾーンもなんか今15枚とかなんだっけ。16枚でしたっけ。16枚、はい、別に2枚ぐらいあってもなっても変わんないんじゃない。まあ物によってはそうですね。分かんないけど、回してないから分かんないけど、まあ、GA とかないから GA アシストライド出なかったら、まあ、レイって上から5枚めくって、まあ、乗っかって手札2枚除外するっていうことで決着するらしいんですけど、あとはですねマリガンの仕方が変わるらしいんですね、はい、今までって5枚引いて残したいカード選んで、例えば5枚中2枚残して3枚戻したらシャッフルして3枚引き直してないですか。でもそれだと同じカードが返ってくる可能性があるじゃないですか。だから今マリガンのやり方が変わりました今度は。例えば5枚めくって2枚手札に加えたら3枚戻したいと、この戻すカードはデッキの下に戻して上から3枚引く、ボトムに戻して、はい、だからそれは引かないよってことか。そうですね、引かないで、で上から、ね、3枚引く、でその後デッキをシャッフルする。あ、でもその方が事故率は下がるね。そうですね、同じカードが返ってくる可能性は確かに低くなる、ね、まあそれでよかったよ。そう、その方がいいよ。だってシャッフルして手間もあるし、そうシャッフルしてまたカットお願いしますってやるくだりもいらないし。あとはシャッフルはするんですよ。3枚戻して例えば3枚引いた後にシャッフルするんですよ。そうすると下のカード3枚分かっちゃうじゃないですか、固定されて。はい、それはやっぱりその順番によって、どういうこと？じゃあ3枚戻すけど結局シャッフルしたら意味ないの？いや、いいんです。だから結局引き直しするときにいらないカード3枚をデッキの下に戻し、うん、上から3枚を引く。でもこのままだと今戻した3枚がデッキのどこにあるか分かっちゃうじゃないですか、うん、はい、それがちょっといろんな情報的にあれが入っちゃうんで、ですね、ここのルールブックのまたシャッフルするんですか、ですね、ここのルールブックのどこだったか。そんな煩雑なルールつけなくていいの？ファイトのルールが、だってもう戻したカードは引きませんよ、そのゲーム中引きませんよでいいじゃん。いや、ただですね、デッキによっては下に戻したことによってその情報が重要とかってこともあるので、はい、つまりデッキ の順番がそこで分かっちゃうんですよ。なんかすごい煩雑に感じるんだけど。そう、いや、ただ分かっちゃうのはまずいですよ、デッキによっては。オラクルシンクタンクが使ってて、まあ、未来予知な感じ、あれは順番が分かってるとまずいんで。でももう下まで振り進めるかなって話ですか。はい、こういう形で言います。ファイトの準備の4番目、1回だけ手札を入れ替えができる、好きな枚数デッキの下に置き、置いた枚数も改めて山札の上から手元に引き、その後山札を混ぜる。また混ぜんのか。そうです。俺なくていいんじゃないかなと思ったけど。いや、でも混ぜないとやばいですね。やっぱり戻した枚数っていうか、そう、種類も分かっちゃう。例えばピン済みのカードが引いちゃって、それ戻したら今ピン済みがデッキのどこにあるか分かっちゃう。そうすると引くか引かないかの可能性まで測れちゃうんで、また混ぜんだ。情報アドバンテージ的にまずいっていう。なるほど。そうですね。でもそんな感じですよ、おそらく。もう所定のもんだから捨てたカードは引かない、このゲーム中はほぼ引かないみたいな。分かんない。それでいいんじゃないと思ってたんだけど。いや、でも物によってはやっぱりこデッキカードでサーチするとかやったことありますから、その時やっぱりいろいろありますからね。はい、また結構混ぜんだ。混ぜます。また結構間違いやすいよね、これ多分。そうですね、混ぜんだみたいな。混ぜるんですね。
そうなんだ。そう、ちょこちょこちょっとルールの変更があるみたいなんで、この辺は少し確認しなくちゃまずいかもしれませんね。久しぶりにヴァンガードやる人は多分、まあ、やってる人なら納得いく。俺あんまりずっと触ってないから、でもなんか混ぜた方がいいよねって感じなの、まあ、今期かららしいですよ。スタンダード今期からこのルールになったらしいです。まあ、変わるらしいんで、うん、やる方はちょっと調べないと。そんな感じ、はい、ルールは、うん、そうですね、はい、で GRC となんか手札2枚除外だっけ。そうですね、はい、でめくってみたいな、あとはですね、ストライドするときに、はい、超越するときにですね、はい、あれでも少し変わってて、はい、確か今までって互いにグレード3じゃないとダメっていうルールがあったんですけども、うん、今新しいルールは確か、ですね、互いにグレード3であるか、自分のターン開始時にグレード3だったらストライドできる。ああ、なるほど。ああ、じゃあ勘が引けてないから2のままで粘っとこうみたいな。じゃあ2のままでじゃあエンドでとか言ったら、あ、じゃあターン開始時3なんでストライドしますって言えちゃうんでらしいですよね。俺そこが唯一ヴァンガードでねゲームしてるって気分になるとこだったここ、あ、3人乗るのやめとこうってそこのジレンマが唯一ゲームだったと思うんだけど。そうですね、なんかそれはさせないっていうルールっていうことらしいんですけど、まあどの道でもそっか、3に乗って相手が乗ってなかったとしたら、はい、まあ、3に乗った直後はできないのができないです。ターン開始に下げなきゃダメなんで、そこは同じなんだけど。そうですね、そう、じゃあ2のまま粘る。そう、2のは粘ることに意味がなくなったっていうのは意味ないんで。そうですね、はい、俺そこが唯一のヴァンガードのゲーム性だと思ってたんだでもなんか最近の G ユニットの中には相手が2でもストライドできるって効果を持つやつがいるらしい。ああ、いるんだ。だから今もともと否定してたんだ、その動きは。まあ、なのでまあ今更いいんじゃないのっていう、そういう膠着ゲーは嫌だったんだそうですね、はい、そうなんだ、はい、そうっていうような変更がちょこちょこあるらしいです。俺もそこしかゲーム性を感じてないレベルだったんだけど、バンガードは。なんというかまあ。いや、違ったのよ。そうですね、まあ、うん。じゃあもう、乗って、今日乗った方がいいと。まあ、乗った方がいいですね。乗っただけでギフトを得るし、ね。そうですね。まあ、乗らない理由ないですよね。ギフトが来るんだしっていう。そっか、でも、どうも、まあ、このシステムは。はい、いいと思うんだよ、その目に見えるから。そうですね、すごく目に見える、始める人に分かりやすくて、これから始まるって人に。そう、それはいいと思いますね。そう、俺嫌いなのはなんちゃらするたびプラス2000とか。そう、あ、さ、回してる本人もパワーいくつになってるか分かってないみたいなさだんだん分からなくなってくる。そう、分からない何のそれみたいな。みたいな。いや、お前が回してんだから分かっとけよ。そのジャッジの時はジャッジ見てたから分かりませんけど、ね、そんなんやるぐらいだったらもうプラス1万みたいな。これなんて出た方がそうですね、シンプルで分かりやすいのかなって。いいですね。ただまあ言うてブレイクライドルも強いし、まあ強いですね、数値的に。でまあ1万3000になってるから、まあ、はい、レギオンよりも強い。そう、これで超越よりはおとなしいんで、うん、それぐらいのバランスだよね。そうですね、結局のところね。そう、だからまあ超越には劣ってるのはまず間違いないですけど、まあでもそれともね、新しいシステムとしては面白いんじゃないかなって思います、ね。そうだね、超越でプラス1万めくれてくるっていう、うん、そうですね、めちゃくちゃだつまり超越すると2万、期待値としては2万5000だから。いや、そうですね、プラス2万5000。どんなカード履けばいいんですか、なっちゃうんで勘が持ってなかったら負けていいですみたいな感じになっちゃうんです。でもプレミアムスタンド逆に分かりやすいかもね。そうね、もう考え以外無理っていう、そうですね、そういう分かりやすい感じになるかもしれない。もう、そうですね、もう勘が持ってなかったらもうヒールかけるわみたいな、うん、そうだね。まあ、そうか、でもヒールトリガープラ2万ガードだから、まあそうです、ね、多少それで、そっか、3万ガードみたいなのありえるのか。まあ、ないことないですね。ヒール2枚で4万ガードみたいな、4万ガードみたいなことある、はい、そうそうか、そうか、なるほど。そう、まあ、だからその辺のちょっとトリガーによってもこう1万5000とか2万とかいう数字の差もあるんで、その辺のまたこう駆け引きがね、まあ本当に最初のヴァンガードって本当に5000体の駆け引きだけしてればよかったんですけど、うん、この数値が結構いろいろとばらけたことによって、ね、ちょっと面倒くさいねそう、だから今の結局古き良きの感覚でやってると、なんか思うところに貫かれてるのがすごいですよ。えってなるよね。プラス1万かみたいな。忘れた1万だったみたいな。そっか、1回めくれたらプラス1万ってすごいな。そうですね、きついな。そうだから結局ガード値で1万ですって言ってもら上がっても意味ないぐらい、こっちが貫通されるって、こっちが上がっちゃってるからさ、こっちのガード値上がってもみたいな。そうですね、だから結構やり取りがその辺は、はい、必要かもしれませんね。それぐらい、じゃあトリガーでめくれるかめくれないかないかの重みは、そう、より大きいのかな、大きいのかな、はい、そう、ただまあこっちもガード値上がってるから、 そうですね、そこで操作してる感もあるけどね。まあでもまあね、うん、普通にドライブトリガーのチェックでも嫌ですけど、そうか、でもダメージトリガーでも面倒くさいですよ。ダメージトリガーでプラス1万相当でかいな。そうですね、
下手するとあの通らないラインとか出てくるよね。ありえますね、うん、そうだねそうだね。そっかそういうことか、はい、結局打ち消し合ってるだけなんだ。そうですね。その、うん、取りこのね、うん、ガードのガード値が上がったこととそうこっちが上がったことで打ち消し合っちゃってるかも。打ち消し合ってる感はありますけど、でもやっぱりなんですよ、そういった意味では同じぐらいの感覚なんでしょうけども、でもやっぱりなんでしょうね、あ感覚が少し違うかなっていう。でもバンド連携アタックないから、そうですね、がそのダメ取りの、はい、ダメ取りでプラス1万めくれた時がでかくない？でかいです、でかいですよ。 そっちの方が大きい気がする。そうでかいですよ、うん、そうすると腐るラインが出てきたりして、そうただでさえライン作るの大変なのに、うん、1万上がしてもう届かないんですけどとか。そうだね、うこれダメ取りでめくれることの重さは絶対増してるね。すごいと思いますよ、うん、実際、うん、そういうことだ。ただドロー取り側は5000、まあガード値は5000です。あでもそうか、ドロー取り側もプラス1万なんか。そうだからドロー取り側はプラス1万してワンドローしてるんで、それはもう硬いよね。それは硬いな。そうですね、そういうことか、はい、なるほど、まあ、なるほど、はい、面白くなったのかな、よくわかんないでも大雑把に明確になったみたいな。いやそうですね、プレミアムスタンダードに関してもそうなってるっぽい。うーん、いやプレミアムスタンダードはなんでしょうね、結局このより緻密になってるけど、このマーカーによってどんな影響が起こってくるのかが、そうなかなか分かんないですよね。よく分かんないね、だって、はい、超越するとまあ期待値としてプラス2万5000で、これがさらにホースを加えると3万5000上昇か、めちゃくちゃだな。でさらに効果によって上がったりするから。そうですね、もう考えなきゃ無理じゃんっていうことなんですけど、むしろパワーの計算する意味ないんじゃないかぐらいの感じだな。そうですね、なるほど、どうなるんだろうね。まあ、でもまあスタンダードに関しては、はい、スタンダードはもう俺もずっと離れてたし、その離れてた人が戻ってくるきっかけには確実になってるかなって、はい、なので私も本当に、うん、そこはね、そう、うん、俺もちょっと触ろうかなって思ってる、ね、はい、なのでスタンダードは多分、うん、あのやってみようかなと思うんですけど、ね、ちょっとプレミアムはちょっと勘弁していただこうかなっていう。でもスタンダードに関してももうガード値上がって、こっちもね、そうですね、パワーも上がってますからね。そう、まあ、結構大雑把な感じにはなってる感じがさあるかもね。そうだ、最初は私は正直多分、ね、数値の計算プレミスだと思うんですよね。そう、絶対、じゃあ1万5000ガードしますとか言って、そうだね、そう、これ、めくれた、これトリガー2万円分ですよね、いや1万円分ですよね。そうだよね、そうだよね、結局ね。そうでもまあ慣れてくんだろうね、まあ、そうですね、こっち上がってるからね、こっちの感覚は。そう、その辺の感覚がちょっとね、はい、追いついてこないとなってことですけど、そうだね、はい、ということでね、いろいろ思いがありますけども、はい。まあ、とりあえず触ってみるよって感じです。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたとつめ